ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ裏より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。月です。今回ご紹介させていただくお車がミニジョン・クーパーワークス GP やってきました。で、今回はこちらの車限定車特別仕様ということで、まあ、標準のお車も用意しましたので、まあ、ちょっといろいろ比較してお届けしたいと思います。もう僕と月村さんで紹介したらこれ長くなっちゃいましたけど大丈夫ですか？いいんじゃないですか、はい、あとはうまく編集していただいて2時間半ぐらいの特番でお届けしたいと思います、はい、どこから触れましょう？ボディカラーからいきますか？どこから、まあ、まずまあそうですね、ボディカラーいいんじゃないですか、まあ、伝統の、はい、もうこれで GP1、GP2 と来て、まあ、3代目の GP ですから、はい、ちょっとこのボディカラーも伝統に習ってなんですけど3でちょっと色が違うんですよね。ちょっと違いますね、はい、1、2がサンダーブルー、はい、まあ、色味はちょっと似てますけど、うん、でこれでレーシンググレー、レーシンググレーっていう名前になりましたね。ちょっと青っぽくなったというか赤っぽくなったというか、はい、ちょっと紫色っぽいですね。紫色っぽくなったような、どっからどう見てもグレーじゃないですよこれ、うん、ただこうちょっと伝統に習った今までのそのミニの標準カラーいない色でバトってる。そうですね、こんな感じですよね、はい。でやっぱり GP もう歴代そうですけど赤をちょっと基調としたパーツがいろいろついてたりとか、うん、で前回りからいきましょうか。まあ、グリルがちょっと専用のものがついてたりとか、であとこの辺のダクト類なんかもちょっと大型化されて、そうですね、はい、実際よく、いやちゃんと見るとやっぱりここの形状もここら辺のね処理なんかも違う、ね、かなりちょっとエッジが効いた感じになってますよね、うん、ちょっと押し出し感が強く、僕てっきりこのリップの部分だけかなと思ったらこれ が一体なんですよね、こことここが、うん、はい、こっちだと別体になってるんですけど、うん、これバンパー確か一体なんですよ、こっちだと一体になってるっていう。で、ね、で中まで細かく拾っていきますか。はい、細かく拾っていきましょう。じゃあヘッドライトも中がこうちょっとブラックアウト、このメッキの枠もしっかり黒くなってるっていう、うん、中も標準だとこの枠がメッキなんですよね。これアダプティブ、アダプティブだとあのこの枠の周りも黒くなるんですよね。標準のがメッキでしたっけ、シルバーでしたっけ、うん、でこの辺も黒く処理してあるんですね、はい、中のGP になるともう真っ黒になるっていう。あとは見ていくと向かって左側の、はい、グリルを潰してありますけどね、うん、こっちは中にオイルクーラーあるんで、はい、こっちは抜いてある感じ、まあ、本気の走る車ですからね。そうですね、はい、そしてところどころ黒くなってるって感じですよね、はいはい、このダミーのダクトとこれついに抜けなかったですね。そうですね、はい、GP で抜くかなと思ったけど、はい、ついにダミーのまま終了したっていう、うん、もう GP が出るとモデル末期っていう感じするじゃないですか。そうですね。でも月村さん知ってます？まだもう一回マイチェーンするっていう噂があるんですよ。じゃあ GP3.1 が出るか、いや分かんないですでも GP の電気自動車バージョンも今開発してるらしいんで、うん、もしかしたら 3.1 とか出るかもしれない、ね、3.1 だか 3.2 だか、はい、そしてこっち回っていきましょうか。足元は伝統の4本スポーク、太めの。これはずっと似たデザインを踏襲してる感じだけども、ね、今度軽そうですよね、これだいぶ。もうかなりブラッシュアップはされてますけど、うん、で、今までって抜いてなかったですけど、しっかりここ抜いてますよね、うん、抜いてね。そしてサイズもなんとびっくり、225、3518 225、はい、仙台215ですよね、うん、はい、だからさらにで普通ミニってもうどう頑張っても205、そうですね、まあ、ちょっとはみ台気味でも215ぐらいまでしか入んないんですけど、今回このフェンダーによってそれが実現してるっていう。 8J です、まあ、標準 7J ですからね、うん、まあ、1インチアップして、まあそれを収めるためのなのか帳尻合わせでこのコンセプトの頃からのデザインがまさか実写でこれコンセプトからずっとこんな感じのデザインだったじゃないですか、うん、どう市販車に落とし込むのかなと思ったら割とコンセプトに近い形で出してましたね。そうだね、まあ、前から見た感じはだいぶおとなしくね、あの標準の仕様と変わらない感じで落とし込んでるけど、横は相当市販車でこれをやるのかっていう相当攻めてきた感じですよね。でこの隙間がまたすごいですよね、しっかりでこの分で、まあ、全幅も4センチ広がってかなりワイドになってる、まあ、これが収まると、まあ、ジョン・クーパーであのちょびっていうのがついてるじゃないですか、うん、でさらにそこから出してありますからね、うん、でこれが月村さん知ってます？ BM の電気自動車の、i3i8 の端材を、うん、はい、リサイクルして使ってるらしいですよ、うん、リサイクルカーボンってやつですね、はい、
あれを多分細かくして成形し直して作ってる、うん、なんかすげえコストかかるってそれ、普通にカーボン作っていくよりも、あ、そうなんですか、破砕して成形し直すってなんかすごい手間かかるってなんか読んだ、これを勉強する頃に。なるほど、じゃあちゃんとその環境負荷も考えて、そうですね、あえてコストかけてやってるってことなんですね、うん、よく見るとこうハニカムっていうかなってるんですか、模様がこう、あ、入ってる、ね、それあれ成形の後なんじゃないですかね、成形の後だろうね、ですよね、だからちょっと普通の綾織り平織りクラッシュカーボンとかなんかそれと違った、うん、もっと繊維が細かい感じのカーボンですよね、うん、で2500台限定で、あ、3000台限定か、3000台、はい、今回は3000台世界限定、世界限定3000台、日本導入240台、そのうちの3000分の1241台目のシリアルナンバーの車ということですね、はい、もうこれ普通の人が見たらちょっとそのシリアルでちょっとおしゃれでっていう感じなんですけど、うん、僕らこうパーツやってる人間からするともう確実にこのアフターでパーツ供給対策のためにそうだねやってんだろうなっていう、これもしガチャンってやっちゃった場合はいや多分車体番号でちゃんと車検証がないと多分パーツ出ないと思うんですよ、じゃあこれ風にしたい時をこれだけパーツ取るっていうのも多分できないと思います、なかなか難しくなってくる、なかなか難しいです、そして多分これ番号入りなんで、うん、部品も時間かかりますね、多分そうだよね、出すとなるとこれちょっと割っちゃったんでって言ってもじゃあ時間かかるって感じだよね、そうですね、ただまあいわゆるドライなんでよっぽどの事故じゃない限り、うん、多分これ、うん、強度的なものは全く問題ないんでしょうけど、なるほどね、はい、そんなのがついてると、そしてまあ足元に戻るともうブレーキも標準のものよりちょっと大型化されて、標準の3ドアのジョン・クーパーアークスよりはサイズがでかくて、クラブマンなんかのジョン・クーパーアークスと同じサイズ、クラブマンクロスオーバーとクロスオーバーと同じサイズ、うん、の後期と同じサイズですよね、うん、そうそうそう、後期とね、まあ、ワンサイズ大きくなってると、はい、でショックも専用のものが、専用ショック、でもこれ、まあ、専用のもの数えてったらまあ見えないところも、まあまあそうなんですけど、はい、あるからね、さらにジョン・クーパーよりこうセッティングが固めになってる、そうですね、でこれバネぐらい赤くなってるのかなと思ったらバネも普通の、普通のもう一見するとわからない感じなんですよね、うん、ただ乗り味相当硬いらしいですよ、うん、そして仙台 GP2 は車庫調でしたけども今回は普通のスプリングと普通のショックという、まあ、しっかりこれに合わせて 適正なチューニングセッティングしてありますよってまあことなんでしょうけどね、まあ、手抜いてるわけじゃないですよねまあ、お金はめちゃめちゃかかってますからね、そうですね、はい、で車高も標準のものより1センチぐらい下がってるそうです、サイドこんな感じでしょうか、そしてサイドスカットルがかなりやっぱり質素になってますね、そうですね、はい、はい、まあ、標準のものだとジョン・クーパーのロゴが入ったり赤くなったりしてますけど、うん、もうこれワン・クーパーのやつですよね、うん、低グレードのサイドスカットルがついてると、だって GP1 の時はヘッドライトハロゲン、そうなんですよね、だからなんかそれから考えるとだいぶ方向性変わってません、うん、まあちゃんとラグジュアリーというか便利なところはこう残しつつ、はい、でも削ぐとこは削いで、なんかこう意外に中見ると削いでるとこあるけどね、ああなるほど、はい、ちょっと側にこうお金かけて、うん、あとただエンジンとか下回りとかすごいですよね、うん、で GP1 だとそれこそハロゲンライトで、そうマニュアルエアコンで、はい、余計なもん本当に何もついてなかったですけど、割と装備もついてて、うん、はい、ちょっと豪華な感じの、そして他衣装なんかはミラーとか、ミラーの形状は一緒、まあ、メルティングシルバーってまあ標準にもあるボディカラーなのかな、まだはいあったと思います、でまあここを塗って、そしてサイドはデカールが入って、デカール入って、まあ、後ろもフェンダーも前と合わせる感じの、はいはい、そしてこのフェンダーが出っ張りすぎててここに石がたまるっていう、そうですね、はい、お掃除がちょっと大変そうな、僕、まあ、おかげさまでちょっとこう GP あの何台か乗ってる方のを見せてもらったりとかしたんですけど、みんな石が入ってました、うん、はい、だこれはちょっともう走るための車なんで、まあ、しょうがないかな、そうですね、はい、そして外装の装備でいうとこのコンフォートアクセスがないはないですね、だもうキーレスで開け閉めしていただくような感じになります、はい、まあ、ただ標準でドアノブと、はい、あもう最初から黒くなってるんですね、そして後ろも同様に225/35/18インチ装着されて、うん、まあ、リアは一緒ですかね、サイズ的にはぽいよね、ぽいですよね、
ただリアももちろん専用のショックスプリング入ってますんで、まあ、絶妙にセッティングされてると、うん、でこのフェンダーなのにやっぱりこれつけちゃうんですね、うん、これはちょっと僕的にはつけてほしくなかった、はい、まあ、30度50度があるんで、まあ、致し方ないのかもしれないですけど、でしかもこれに合わせてこのカーボンのこの切り替えてるっていうね、切れちゃってるじゃないですか、うん、ちょっとこれもったいないと、外せないよね、はい、そうなっちゃうとね、ちょっともったいないなと思っちゃう。これ日本仕様だけなのかしら、どうなんすかね、ちょっと調べてみないとなと思えないですけど、ちょっとこれ日本だとどうしても30度50度のそうね、はい、保安基準があるんでこういうのついてるの多いですけど、ちょっとうんって感じですよね、うん、僕らからすると、はい、そして後ろ行きましょうか。後ろがまたそうですね、だいぶ衣装がガラッと変わりますね、まあ、一番派手に目につくのはこのリアウィング、毎回そうですよね、 GP1、2、3全部もうちょっと大きいウィング、うん、これ気になりますよね、こう結構ミニってこうウィングつけると風切り音がしたりとか、うん、ジョン・クーパーのウィングなんて先代の時なんか走ってるとずっとピューッと落としたりとかしてましたけど、その辺もちょっと対策されてるのかされてないのかちょっと気になるところでございます。相当攻めてる、そうですね、あれだよね。でちゃんとこうフラップもつけてるのは、ね、ここもちゃんと追加でついてて、まあ、ちゃんといろいろ計算されてのことなんでしょうけどね、まあ、デザイン的には中が全部赤くなってて、うん、まあ、横にこの大きい GP のロゴが入ってるっていう、うん、そしてこっちカッティングなんで色が違うんですよね、ここはで、はい、ちょっとメタ入ってる感じ、はい、ここはステッカーです、はい、この色と中の色が若干違う、うん、こんなウィングがついてると、いやこれはでも派手だわ。で確かこのウィングの関係でガラスもあれですよね、違うんですよね、お、まあ、ワイパーのないガラスになってる、はい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 、はい、で先代なんかはこの脇からこうステーを出して大きいウィングがこうボイについたんですよ、うん、こんなのがついてると。そして、まあ、テールランプなんかは衣装は一緒ですね、こっちはスモークかかってる感じだね、あ若干スモークかかってるんですね、うん、あそうだ見ましたそれ、うん、はい、純正と比べると若干こうトーンがワントーン落としてある、ユニオンジャックだけどもこっちはスモークテールになってる感じですね、はい、でしっかりまあ枠とかこの辺の全部黒くなってて、うん、GP のロゴがついてる、うん、はい、そしてバンパー随分これ特にこのディフューザーの衣装が違いますよね、うん、ジョン・クーパーの形とまたガラッと変えてもうこの辺もうごっそり違う感じですよね。でもっと僕的にはもう出してくると思ったんですよ、うんうんうん、した意外や意外なんかまとまりがいい感じで M7 のディフューザーみたいな、はい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 ズバッて、はい、もうカップカーみたいな、はい、あんな感じを期待してたんですけど、うん、もうどっちかというと張り出しで言ったらあのジョン・クーパープロよりなんかおとなしいんじゃないかなっていうぐらい、プロとまあ似たような感じだけどでもよく見ると形状違いますよね、しっかりこの辺が出っ張ってて、はい、でマフラーも専用のものが、うん、はい、ついてると。ここもあの変に装飾してないのがいいですね、そうですね、うん、ちょっと切りっぱなし風なレーシーな感じで覗いてみて思ったんですけどこれ多分中の太鼓も全然違うですね、うん、普通のジョン・クーパーとかって中までこうパンチングになってないんで、うん、太鼓の中までパンチングになってるんで多分太鼓の中の気候も若干違うんじゃないかなっていう気がします、うん、まあ、75馬力アップですからね、背景そのまんまでいいはずがないですよね、まあまあそうですよね、まあ、この辺もしっかり変えたらと、うん、そしてなんとびっくり下回りちょっと映りますでしょうか、がっつり補強してあるんですよね、すごっ、アフターパーツかのような、いや本当っすよね、純正でこれをやっちゃうんだっていう、で結構これが出る前からこう下回りのアフターパーツのその補強って結構いろいろあるじゃないですか、だからそれがしっかり効くっていうのがなんかこう証明されてますよね、特にハッチバックこう開口部が大きいんでこうボディの上の部分の剛性が足りないんで、まあ、下側をこう補強してあげるかなり有効なんじゃないかな、これはすごいよね、下回り覗くともうあやる気を感じる、本当ですよね、うん、であと見た感じだと、まあ、アームだったりその辺は変わらないのかなっていう、うん、だから本当になんか味付けを変えて、うん、なんか作り変えちゃうというよりかは、まあ、ジョン・クーパーをベースになんかもうメーカーチューニングでなんかやったっていうそんな感じですよね、はい、じゃあ続いて内装を見てみたいと思います。そうですね、はいはい、で内装の紹介に入る前に、まあ、この車の2020年今年の9月登録の、新車ワンオーナーのお車、まあ、ほぼ未使用車に近い車極上車ですね、極上車ですね、はい、なのでさっきまであの
ビニールシートとかこうきっちり余剰してあったんですけどね、まあ、今回撮影するために一旦剥がしてます、はい、で撮影終わったらまた戻しますんで、はいはい、まあ、それだけ、まあ、ちょっと若干また私たち触れますけども、はい、ほぼそうですね、はいはい、綺麗な状態です。もう使用感がほとんどない感じでございます、はいはい、で基本的なものはあんまり変わらないですよね。ただミラーの格納がなかったりとか、電動格納はなくなりました。で電動調整は、はい、できますけどね、格納自体はできなくなりましたので電動では。じゃポルシェみたいな感じですよね。そうですね、はい、だから畳むときはこう手でゴキッと、うん、はい、まあ、車はそんなに大きくないんで、うんうん、よほど狭い駐車場でもない限り、そうですね、はい、まあ、その辺は不便じゃないか。たまにミニでも電角バカになるんで。ああそうですね、うん、もうそれはもう歴代ですよね。歴代、はい、歴代 だいぶマシになってきてますけどね、うん、はい、こう畳みすぎたり、はい、出てすぎてたりとかありますからね、はい、ずっとバキ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 っていう、はい、トラブルが逆になくなるっていう、はい、初代ひどかったっすね、はい、よく言えばあの、はい、そういうとこはなくなるっていう。そうですね、はい、でこれ3っていうか3代目になっても結構あったみたいですよ、うん、ギギギギギって言ったりとか、うん、本来あんまり動かさない部分なんですよね、まあ、日本独特な文化というか、ね、日本極端にこう使い、うん、使用頻度が高いんで、うん、やっぱりそういうトラブル多いみたいですね、うん、まあ、ある意味こう、まあ、潔く話していいんじゃない壊れないんで、はい、いいんじゃないかなっていう、はい、で内装に関してはちょっと月山さん僕正直言っていいですか、はい、ちょっとがっかりです、はいはい、月山さんどうですか。そうですね、もうちょっと、まあ、シートなんかもそうなんですよね、ワンツーって見てきてるとちょっとがっかりポイントですよね、うん、ワンツーこうシートをしっかり変えてあって専用のものについててレカロだったりしたわけじゃないですか。変えてるとこといえばこのそうなんですよ、 GP のいやいやいやそこじゃないでしょうっていう力入れるとこそこじゃないでしょうと思っちゃったんですけど、後期のジョンクーパークスといやせめてなんかちょっとこう、ね、横のこの何ですかグレーの部分を専用色にするとか、うん、ちょっと高さ変えるとか、そうですね、ちょっとしてほしかったなっていう、うん、まあ、ただでも逆に言うと標準のジョンクーパーのシートの完成度が高いっていうことにもなりますよね、まあ、逆に言えばですね、ですよね、はい、なんでちょっとまあ遊び心というか、うん、はい、アピールとしては弱めですけど、まあ、しっかりそんなシートもついてると。でシートベルトはしっかり赤になってるんですね、やっぱり。そうですね、これ GP2 も確か赤いシートベルトでしたね。ですよね、そうです、はい、しっかりシートベルトも赤いのになってると。そしてステアリングはちょっと高級感がアップしている専用ですね、ナッパレザーのステアリング。でセンターマークも、はい、ここも金属で買ってあるのかな。多分 3D プリンターじゃないですか、金属 3D プリンターっぽいんですよね、うん、質感が。このカドルなんかも金属専用のものがついてると。まあ、標準だとあの丸い、うん、プラスマイナスって書いてあるやつだったんですけど、それがしっかり金属の。でちょっと撮影で下見で触りましたけど、質感も操作感もやっぱりプラスチックよりこう剛性あるんでダイレクトはありますよね。悪くない。あとはそのメーターですね、はい、液晶タイプの。液晶タイプ、はい。でジョン・クーパーなのにヘッドアップディスプレイはなしと。ないんですね、うん、これオプションでもないんですか。オプションなんどうなんだろうね。でもジョン・クーパー標準ですよね、確かヘッドアップディスプレイって、うん、でしっかりついてるかと思いきや、うん、GP はついてない。だからその辺が簡素化されてるんですかね、うん、そして、まあ、メカニカルな部分見た目は一緒ですよね。そうですね、まあ、オートマの設定しかなくて、オートマの設定しかない、マニュアルではなくと、はい、そこが一番のちょっとこうざわざわしましたね。ざわざわするところ、ね、しましたよね、うん、ワンツーから見てきてる人だと、うん、おーついにっていう。だから DCT だと耐えられないとか、はい、じゃあマニュアルにしちゃえばいいじゃんとか。でも噂じゃなんかマニュアルミッションでこの300馬力に耐えられるミッションがないとかっていう噂もありましたけどね、うん、まあただまあ早く走ろうと思ったらこういうことなんでしょうね。まあそうでしょうね、うん、やっぱりもう機械の変速スピードには変わらないですからね、うん、ただ楽しみたいってなるとね、またどうなんだって話になるけど、うんうん、まあちょうどうちには今ジョン・クーパーワークスでマニュアル楽しみたい人には1台いい車用意してあるので。あ、本当ですか。後で、はい、あの差し込んでいただいて、はいはい、じゃあしっかり在庫情報を確認していただいて、はいはいはい、そして他は大体一緒ですかね。フロアマットが専用のものになってたりとか。そうですね、はい、スカッフプレートも専用のものになってたりとか、はいはい、そんな感じでしょうか。あとは助手席側のあの、はい、あパネルが、うん、あれも 3D プリンターですね。 3D プリンターでシリアル入れてあるようなやつですね、はい、Yours でしたっけ、なんかオリジナルで作れるサービスの、うん、あの辺からこう 3D プリンターのこのインテリアのパーツが出てきましたね。
で、中のもう一つ違いとしてはモードの切り替えボタンがついてないと。だからもう基本的にもうスポーツしたままで走ってくれっていう。そうですね。そういうメッセージですかね。ついてないと。ただしっかりこうエンターテインメント系タイプ C がついてたりとか USB がついてたりとか、はい、その辺もしっかりついてると。でちょっとオンにしてみましょうか。でこの辺も変わらずなんですね。あ、なるほど。あ、でもあれだな、ちゃんとデジタルだな撮影中なんで独り言言うからやってもらっていいですか、はい、こんな感じで。でこのこれ変わってますよね、うんうんうん、これジョン・クーパーってこうメモリのついてるやつじゃないですか。そうですね、はい、これがしっかりこうクーパー S とかと同じのになってる。そういうこうチックなものは しないと、はいはい、で僕はちゃんとしてくれと。あ、確かに、はい、僕はもう贅沢言うんであればこの中の車を GP にしてほしかったです、うん、はい、これがなぜかバンクーパーっていう、ちょっと僕的にはがっかりポイントなんですけど、はい、でこの辺の中身は全部一緒ですよね、うん、はい、エンターテインメント系は他のグレードと変わらず。ただテレビはないんで、まあ、テレビ見る車じゃないですけど、なんかそのミラーリングしたいとかテレビ見たいとかっていうんであれば、まあ、プラスアルファでちょっとインターフェースだったりを追加してもらって、アップグレードしていただく感じになると思います、はい、まあ、この辺も共通ですからね、うん、使い勝手は悪くないんじゃないでしょうか。そうですね、はい、でさっきあの話してたそのアームレスト、これいらないですよねなんでこれつけたんですか。 GP にいるのかっていう、これいらないですよね。これ取りましょう早急に、はい、取りますか。まあでも、まあまあ、これなんで多分、ね、マニュアルだとこうちょっと邪魔になっちゃうじゃないです か、うん、だから結構跳ね上げて使ってる人もいるんですけど、オートマなんで、うん、まあまあまあ、まあ、常に熱く走るばっかりじゃないんでね、はいはい、今時のこういう車も、はい、まあ、取ろうと思えばここ交換して、はい、交換して取れますから、ね、意外にちゃんとつけてあるんで、これちゃんとつけてあります、はい、なので一回これ全部変えないと。これ交換する。そうそうそう、はい、だ結構僕メカニック時代にない車につけたりとか、うん、ついてる車の外したりとかはかなり多かったです、うん、はい、まあ、中古だとこう選べないじゃないですか、うん、まあ、あと言ってもらえばうちみたいなショップでいろいろできますよ。そうですね、まあ、どうにでもできますね、はいはい、そしてメーターは先ほどちょっと触れましたけどもデジタルだけどアナログ風表示。そうですね、はい、でまあ一応 GP っていう表示は入ってくるんで。なるほど。でなんとびっくりバックカメラもオプションということで、はい、今回の車はついていません。ついてないんです、はい、なるほど。じゃあ前だけ向いて走りましょう。そうですね、はい、後ろはしっかり安全確認しながら、はい、カメラとかいうのに頼らずにバックしてくださいしっかり目視で、はいはい、ということです、ね。まあ、一応つけられます。そうですね、はい、つけられます。あの別途オプションでインターフェースとバックカメラあの買っていただければ取り付けすることもできます。今回の車はついてないということです。はい、はい、あと内装変わらずですよね。そうですね、まあ、ETC もミラーしっかりついててタイプのものちゃんとついてますので、はい、で中はこのファブリックのはい、まあ、ジョン・クーパーはこのアンスラサイトって言って黒い内装になりますから。ただこの取っ手やらバイザーやらは、はい、取ってある感じ。いやこれ確かもともとそっちはなかったですよね、はい、こっちはもしかしたらあったかもしれないですけど、取ってあります。取っ手があるんか。取っ手だけある、はい、こっちの取っ手が省略されてるみたいですね。そうですね。でこっちはもともと2つですもんね、うん、はい、続いてトランクを。そうですね、トランクも大きな違いが、よいしょ、伝統の二人乗りってことで、はい、伝統の二人乗りですね。僕は初代の53を買ってこれに憧れて内装を捨てました。そうだね、はい、リアシート取っ払っちゃった、ね、はい、で車検証も二人乗りまで、はい、登録し直しました2名乗車で。で GP の場合はもう最初から二人乗り、二人乗りです。でこれも伝統に倣って、うん、はい、補強がついてると。でちょっと触ってみたんですけど結構これあれなんですね、しっかりついてるんですね。今回はかなりしっかりめについてますね。ちゃんとでこのトリムにも GP が、あ、なるほど、そんなとこも入ってるんですね、うん、入っていて GP1 僕これ真似しようと思ってこのパネルを買おうと思ったんですよ、うん、その補強とで中身を見たんですけど、うん、GP1 の補強ってもうペラペラのこの、うん、内側のパネルになんか申し訳程度のネジでついてるぐらいなんで、うん、多分補強っていう補強に多分録音になってないんですけど、まあ、これかなりしっかりしてますよね。でこの辺の作り直した感もなんか、うん、GP1 よりしっかり作ってる感じがします。でこの辺は、はい、変わらず、はい、パンク修理キットと、ね、
はい、ついてると。じゃあ続いてボンネット見てみたいと思います。もうボンネットが一番の肝と言っても過言ではないですよ ね、はい、なんとびっくり、標準のジョン・クーパーから75馬力アップ、まさかの300馬力超えっていう、超え、もう先代先々代の感覚で言うと、もう純正でついに300馬力を超える時が来たかっていう感じなんですけど本当ですね。でましてや、まあ元々のその今の後期のクラブマンとのジョン・クーパーアークス、クロスオーバーのジョン・クーパーアークスと、まあ、基本エンジン同じエンジンを積んで、はい、まあ、デチューンしてやる感じですよね、はい、305馬力でしたっけ、うん、はい、ただこれ FF ですよね。だからあの0-100のタイムで言うと、あのクラブマンとかクロスオーバーに勝てないんですよね、うん、ただもうそれはもう駆動方式のもう限界っていうことで、うん、まあ、一般的になんか300馬力が結構 FF の限界なんて言われてますよね、うん、まあ、タイヤとか、まあ、そういうのを変えればあれなんかもしれないですけど、まあ、基本的なこうスペックというかでやるとやっぱり300馬力ぐらいが、うん、加速感で言ったら多分あのでかいクラブマンとかクロスオーバーがグワーっていくのと、このちっちゃいのが加速するのだとだいぶ違ってくるんじゃないかなって、うん、で M、 BM の M135 とも結構なんかいろいろ共通なんですよね、エンジンなんかも、うん、だから本当に BM のなんかホットモデルのこう技術とパーツが組み込まれている。で細かく言うとピストンとかコンロットとか、はい、あとバイブレーションダンパー、クランクプーリーなんかも標準のジョン・クーパーと違うものが全部組み込まれているみたいです、ね、補強軽量でだいぶ違うみたいですよね、はい、LSD ついてる、はい、レフも最初から入ってる、はい、ただ純正のものなんで、あのバキバキいう感じのじゃなくて、はい、ちゃんと、うん、もうちょっとちゃんとニュートラルというか、うん、はい、だからサーキットでちゃんと走りたい人には本当にもういきなりこれで、ああ、そうですね、もういきなりこれでいっても OK な感じですね、うん、で見た目の違いでいくとエンジンのこのカバーがちょっと衣装が違ったりとか、うん、まあ、補強もしっかり入ってたりとか、タワーバーが、まあ、タワーバーちょっともうちょっと色気欲しかったんですけど、僕的に、ね、JP って入れるとか、うん、カーボンのにするとか、うん、ちょっとなんかこう見た目より、うん、はい、ちょっと機能を優先したなみたいな、そうですね、はい、そんな感じのタワーバーもついてて、でインテークだいぶ違いますね、よく見比べるともう全然でかいっすもんね、でかい一回りだ、急もう、もう GP の方が全然ここが大きいし、パイプも太くないですか、太いっすよね、太いで吸入する部分の感じももう、はい、もうこの厚みもなんか取り回しも全然違うっていう、うん、だもう全然こっちの方が厚いし大きいしパイプも太いし、だやっぱりそのまんまブーストアップだけでなんか馬力出したというよりかは、もうあらゆるところを見直してちゃんとこう馬力底上げしてるっていう感じしますよね。そうですね、もうこうやって見比べるとかなり違いが全然違う、だってこのエンジンのカバーより出てますからね、うん、これが、え、これそのまんまフードなんかは共通ですか、共通ですね、これこんなに上げて大丈夫だったんですね、うん、逃げれたんかね、しっかりその辺も、はい、なってると、わざとこうボンネットにこうちょっとバルジ持ってこう逃がすような感じにして、昔のシビックみたいな感じでパワーバルジかなんかつけて、はいはい、ちょっとやってますよ感出してもよかったかもしれないですけどね、はい、でもその辺は共通で、はい、うん、もうでもここ穴開いてるじゃないですか、うん、でここを使ってほしかったなっていうのが、うん、ただ車外でまあいけますからね、はい、いけるものがあるんで、 GP でもいけるようにいけるのかしら、あります、 GP 適用するものがあるんで、ありますか、はい、はい、まあ、この辺を生かしたパーツなんかもおすすめでございます、うん、やっぱりちょっと今回僕らも見比べて正解でしたね、うん、そうだね、はい、はい、新たな発見がいろいろ、まず大きなところでいくとボンネット、さっき一緒っすねなんて普通に紹介してたんですけど、違う、全然違う、もうまずここがへこんでるというか、ジョン・クーパーの方だともうちょっとこう普通に出てて、 GP になるとここがなんでここへこんでるかっていうと、ここが立ち上げすぎて、うん、多分クリアランスが保てないんで、逃げれなかったね、だボンネット内側のこのパネルを多分起こし直して、起こし直してね、だから新しい外から見るとね変わらないけども、中はしっかり内側はちゃんとここの張り出しを逃がすように作り直してるね、大体だってこれの厚みも尋常じゃないですもんね、うん、幅といい、そうですよね、厚みといい、でこのここからこう下からこう吸ってるんですけど、ここもでかくなってますよね、うん、だいぶでかくなってるっていう、だから元々の吸える量がかなり増えてる、うん、でこれ僕こっちは分解したことあるんですよ、これパカッと開けたことあるんですよ、うん、もう中すげえ入り組んでて、うん、全然吸えない形状なんですけど、これなんかそうなってなさそうな気がします、ちゃんと吸えそう、この辺も違うと、
でこの辺作り直してる関係でこのボンネットのこの当たる部分、うん、これも新設されてるっていう、うん、もともとだからこことこの下とここ、これが本来ここについてるんですよね。だからコアサポートは作らないでこのブラケットを新たに作って溶接してこれをこっちに持ってきてると、うん、なんかこう苦労の跡が垣間見えますね。だからね、話してたらね、なんかあれよく見たら違うねなんて話をして細かく見てったら違うのでここ変えて、でそのせいでこいつがの逃げを今度は外側にオフセットするんで溶接し直してこっからこっちに持って左右こう広げるような感じで、でこいつを確保したと、はい、このスペースを。本当にメーカーチューンって感じですよね、作り直してる、うん、市販車ベースに。でなんかエンジンマウントとかもなんか違うとかって見たんですけど、うん、今見た感じだとなんか同じっぽいんですよね。もしかしたらミッション側のマウントとか下側のマウントとかが違ったりとか、まあ、あとはそのゴムの硬さとか違うかもしれないですけど、まあ、その辺は一緒かなっていう。だからもう全然僕ら気がつかないだけで多分もっといろんな相当多分違いありますよね。まああとは感じる部分なんで、そうだね、はい、ちょっと乗って感じていただいた方がだから見た目以上にこう違いますよね、うん、本当に。だから本当になんか派手なエアロつけて大きいブレーキ履かせたみたいな感じじゃないね。やっぱり GP は GP のらしきちゃんと。そうですね。でもそれ以上言わないでください、はい、あの初代クーパー S を GP ルックにしてた僕が どんどん恥ずかしくなっちゃうんでその辺にしといてください、はい、だルックとやっぱり全然違うっていう、うん、いやーすごい車です。ちょっとマフラーの音ちょっと聞いてみましょうか、はい、せっかく2台あるんで。そうだね、聞き比べでどっちから行きましょう。 GP からで。 GP から行きましょう、はい、じゃあ目つぶってこう当てるっていうんですエンジンかけます。ジョン・クーパーの方はあのスポーツでお願いします。ジョン・クーパーはスポーツ、はい、じゃあジョン・クーパーワークスを行ってみましょう。やっぱり普通のジョン・クーパーの方が全然うるさいっすよ、うん、で GP の方がちゃんとこう音が揃ってて、うん、太い。やっぱり太いね。太いっすね、うん、同じ2リッターターボを、うん、多分細かいとこ見直してブーストを多分上げてあるとかだと思うんですけど、なんかもう全然太い音しますね、うん、そして今このフォーメーションで気がついたんですけど205と225全然違うっすね後ろのこのタイヤの当たり前ですけど、うん、こんなに違うのかっていう、まあ、タイヤのキャラクターもありますよね、うん、そんなにこうスポーツしたタイヤ履いてないじゃないですか。いやでも本当になんかこう普通の320と M3 ぐらい違う感じちゃう。ジョン・クーパー一番上のこのグレードのはずなのに、うん、ちょっとマイルドに感じちゃうぐらい GP ちょっとスパルタなんですよね。タイヤ細って見えちゃうもんね。思っちゃいますよね。でもこれワンクーパーからしたら相当太いんですよ。でも205なんで、ね、下手したらだってワンクーパー16インチじゃないですか、うん、でも18インチは205なんで太いはずなんですけど、もう GP のタイヤが太すぎるっていう。ドレスアップ車両の買い取りもお任せください。欧州車の買い取りはボンドカーズ。じゃあ行きましょう。はい行きましょう。ていうかウイングがついてるからかゲートの閉まる音も全然違いますね、うん、でちょっとこの段差越えただけでも分かるこの硬さ、
めっちゃ硬くないですか車。ほら、うん、すげえ硬いっすよね。剛性がすごい。ちょっとじゃあバイパスを。そしてハンドルがめっちゃ重いっす。重い重い。セッティングというよりはタイヤの太さの気がするんすよね。まあでも電動パワーステじゃないですかこの方、うん、だからもしかしたらセッティングでちょっと若干重くしてるかもしれないですね、うん、でも全然明らかに普通のジョン・クーパーなんかより全然ハンドルが重いっす。なるほどね、はい。そしてこれメーターよく見たらやっぱり針だけはこの裏側でアナログが動いてるんですね。そうだよね、日が当たると影ができるよね。そうそう、一見こう全部デジタルに見えますけど、うん、よく見るとアナログっていう針だけ、はい、少し見ましょうか。こんな感じで、はい、見えるかな。こんな感じで、はい、日が差して影を作ると多分ちゃんと見えるんだろうね。若干見えるかな。でトリップメーターのリセットボタン、あ、そんなところについてるんですね。あ、なるほど、はい、え、アイドリングストップついてるんですか。アイドリングストップついてません。あ、ついてる。いらなくないですか。モードのボタンなくすんだったらこれもセットでなくしてくれれば、まあ、こう CO2 のメーカー全体の問題があるんでしょう。あ、はい、あとパドルがいいっすね。やっぱり質感が金属だとかなりいい感じです。でも景色はもう僕がこう見慣れたというか。そうだね。もういつもの景色です。あの、自分もずっと右乗りじゃない、うん、はい。でフロントガラスがこう立ってるのがもう慣れちゃってるんで、はいはいはい、どんな車でもこう自分のおでこぐらいまでにフロントガラスが寝てるんで、はい、だいたいどんな車乗ってもバイザー前に倒しちゃうんだよね、はい、あ、なるほど。でこう視界をミニっぽくしないとなんかちょっと気持ち悪いっていうか、はい、なるほど。これやばいっすね。まずうるさい、うん、これ多分225とちょっとその防音のやつ抜いてあるのかなとか、うん、レーシングカーじゃないですかこれ、うん、ロードノイズ半端ないですよ。そしてもうガチガチ足硬い。硬いっすよね、うん、助手席乗ってでも分かる。これすごいな、うん、ちょっと GP1、2もちろん両方乗ったんですよ、うん、一番ちょっとスパルタンかもしれないですね、うん、これすげえな。バイパスちょっと踏んでみていいですか、ね、グイッと。うわ、速い速い、これ速い。もちろんその法定速度ですけど、このグイッていうのがジョン・クーパー全然違うっすね。下からのトルクが快適性で言ったらもうこれ理解のある方じゃないと助手席のパートナーの方から怒られるやつですね。イオンもするし。そうね、ノイズすごいね。そうですね、ロードノイズもそうだし、このどこからともなんかこのビリビリ音、まあ逆にやる気にさせる。そうですね、大事だよね。これはちょっとなんか狭いとことか走ってみたいな、ジムカーナーとか。あー、これすげえ。ちょっとワインディング走ってみたい。走ってみたいです ね、うん、ちょっとグイグイ、ちょっとショートサーキットとかちょっと狭めの あのワインディングとか。でもなんか最高速もだいぶ伸びてるんですよね。260何キロ出るんですよね、うん、標準のが240何キロですけど、すっげえ。まあそりゃもうあれですよね、ポルシェの GT3 とか追っかけ回しますよね。海外とかよく出てますよ ね、 そうだよね。これはちょっとすげえな。違いが分かる男だね。違い分かんないですけど。でもミニはもう本当に一通り乗ったじゃないですか、うん、そうだね、ワン、クーパー、クーパー S、うん、ジョン・クーパー、うん、作業で歴代それぞれ、ね、改装とか乗らせてもらいましたし、うん、もう自分でも53と56所有してましたから、うん、いろいろ乗ったっすけど、うん、これはすごいな。これちょっと危ないぐらい速いですよ。本当に全力で走るんだったらちょっと高速でもちょっと使い切んないですね、うん、これすげえ。まあちょっと走り出すとこのハンドルの重さはこうなんていうんですか、心地いいというか、うん、
こう直進安定性をアップする感じで、はいはい、そんなに気にならないですね。まあ、車線変更の時とかもそんなに重さ感じないです、うん、ただ低速で走ってる時は結構重さ感じる、うん、感じますね。これはちょっとスパルタンすぎますね。ただもっと着たいこれは、うん、あとはちょっと僕ミニでもうちょっと別に GP に限ったことじゃないんですけど、助手席のミラーはちょっとなんとかしてほしいです、うん、下が見えないじゃないですか。そうだね。そうなんですよね。 この辺で見ないと見えないっていう。だミラーの視認性があんま良くないんですよね、うん、特に助手席側で。フェンダー今回の結構バチンって出てるじゃないですか、うん、5053よりだいぶいいけどね。まあそうですね、そうですね、うん、53のなんかちっちゃいし、ちっちゃいし、うん、ね、こう取り付け位置とあ の,、ま、あの丸さで、そうですね、もう難ありでしたけど、うん、そうですよね。月村さんもだって53でしたっけ、52でしたっけ、50か、うん、持ってましたもんね、うん、ミラー変えてたけどね、バイク用のミラーにまあそういうカスタマイズする楽しみもありますからね。まあ、GP はあんまりいじる車じゃないのかもしれないですけど、まあ、ちょっとしたものもいろいろ出てるじゃないですか、うん、これすげえ。もう多分見てる方もこの僕らの動きでどんな感じかっていうのはなんとなく感じ取れると思うんですけど、まあ硬い、うん、ただでもメーカーチューニングだからこう、そうだね、車外のなんていうんですか、うん、もう露骨なショートストロークとか、うんうん、バネと高い車みたいにこう跳ね続ける感じじゃなくて、なんかこう締め上げてる硬さだね。そうですね、ちゃんと接地感のある硬さですよね。ただまあこのここまで硬いと不快に感じる方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないんで、まあ万人受けするとは言わないですよね。まあそもそもこの車を買おうって時点でそこは求めないでしょ。そうですね、 それなりの覚悟は、はい、じゃあドライバーチェンジしまして、はい、月村さんやっぱり現ミニ乗りだけあってお似合いですよ。そうっすか、はい、ありがとうございます。でもこのパッケージはやっぱりこう気に入るとずっと乗り続けるじゃないですか、うん、で同じ車に乗り換えるってあんまり他の車でないですけど、ミニだと結構当たり前なぐらい多いじゃないですか。お客さん多いよね。ミニからミニに乗り換えました。乗り換えっていうか前の R53 持ちながら R56 買います人とか、はい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 、R56 持ってて F 買い足す人とかいるからね。なんか限定車とか、うん、はい、3ドアから5ドアに乗り換えましたとか。自分も R50 から R55 に乗り換えるとき持っときたいなと思いながら乗り換えたし、ミニからミニ乗り換えるって、まあ、同じね車に乗り換えるってその時ずっと初めてだったから、こういうことあるんだなぁなんて思って。あんまりないですよね、うん、ミニはちょっとはまれる車ではありますよね。ちょっとこう S クラスこう代々乗り続けてる感覚とちょっと違いますよね、うん、またちょっと違う感じ、うん、本当に個性がいろいろあるし、うん、そのグレード年式の良さもありますからね、うん、なんかまあ自分のこう経済力とかもあるだろうけど、こうなんかめでれる車っていうか、うんうん、機械、ね、ただの機械じゃなくてこうちょっとめでれるんだよね、ミニって。まあ安いですしね、パーツなんかも結構、うん、そして後ろは座席がないんでもう本当に箱です。そうですね、だから逆に荷物はいろいろ。あ、そうですね、うん、もうこの補強もギリギリまで前に来てますもんね。そうですね。あ、やっぱ硬いね。硬いっすよね、うん、助手席からの視界はこんな感じです。まあ見た目は本当に変わんないんですけど、このお尻から伝わってくる振動が、この辺今回このスポーツ表示にしてありますけど、ちょっと LED なんて点滅しちゃってるかな。この辺の機能、この辺の機能もしっかりそのまま使えると。うわ、あ、ブレーキも効くね。ブレーキ効きますよね、うん、ワンサイズでかくなってるだけなのに、うん、ジョンクーパーより全然効きますよね、うん、多分車軽くなってるのが効いてるんでしょうね、うん、なんか扱いやすい感じ、うん、なんかこう唐突な効きでこう、うんうんうん、うわちょっと踏みづらいみたいな感じじゃないですよね。結構ナチュラルに効くというか、ハンドル重いですよねやっぱり、うん、そうね、同じ感じでブレーキ踏もうとすると
グッて止まる感じがあるので、はい、しっかり踏み込んで効く感じが、ま、この足の硬さに慣れちゃえばまあ普通には乗れる、うんうんうん、けどね。あ、そっか、ブレーキって結構足回りの硬さ影響してきますよね、うん、結局こうフロントダイブするんで、うん、足硬いとこうよりこう感じますからね、うん、やっぱりアイドリングストップはオフで俺もアイドリングストップ苦手だな。そしてこのマフラー、車内に響くマフラーの音はちょっと他のロードノイズとか大きいせいか、うん、そんなにもっと聞こえるかなと思ったんですけど、うん、意外に聞こえなくないですか。外から聞くと太くて、はい、こう車内でこもって入ってくるかなっていう感じだけど、そんなことはないですよね、うん、なんか意外にマフラーの音はそんなに、うん、多分これ回すと違うんでしょうけどね、うん、これはちょっともっと着たいな。僕だったらちょっとこれにもう少し色気を足しまして、うん、はい、乗りたいです。ホイールは変えたいです、うん、はい、やっぱりこの GP の貴重なホイールを取っとくためにも。そうだね、はい、じゃあついでにシートも。そうですね、シートもこのジョン・クーパーのシート、うん、はい、ちょっと色気が足りないですし、うん、ちょっとレガロを入れて、うん、で保存用にタイヤホイールは早々に脱がして、うん、はい、ちょっと単造かなんかで作って、うん、そうですね、でミニってどうしても特にジョン・クーパーだとキャリパーも大きいし純正が 7J じゃないですか、うん、だからこうかっこいいホイールってなかなか作れない、うん、もうはみ出しても良ければ作れますけど、うん、ただ今回の場合このでっかいフェンダーもついてますし、うん、標準で 8J じゃないです か、うん、だから結構多分攻めたの作れますよ、うん、このでっかいブレーキでも。もう完全にこう月村さん集中して車と対話してますね。いやいや、どうかなと思って。そして GP なんでセンサー系が何もついてないカメラ、はい、うん、コーナーセンサー、コーナーセンサー、バックカメラついてないです。見切りがかなりいいんで、うん、本当に乗りやすいですよね。後ろなんか本当に箱じゃないですか、うん、だからもうピラーの位置で。そうね、うん、なのでそんなにセンサーだのカメラだのって、うん、まあいらないっちゃいらない車ではありますけどね。まああったらいいかなって、うん、後期確かジョン・クーパー標準ですよね。標準でつきますね。だからエアロがあのセンサー移植するとかしないとか設定があるとかないとかでちょっとザーザーってしましたけど、うん、うわこれちょっと本当にぶっ飛ばしてみたいなブワーってもう限界まで、うん、限界を感じたい。そうね、ショートサーキットとか楽しいだろうね、うん、だってこれが新車で670万円ぐらいでしたっけ。576万円が新車の店頭プライスかな、はい、乗り出し600超えてくるわけじゃないですか。600超えますね。600超えてシートも全部手動だし、うん、ステアリングも手動だし、うん、はい、ブラインドすらついてないんですよ、うん、はい、ミニも高くなったね。いや本当ですよね、もう高級車になっちゃいましたよね。うん、まあ、ただテイストはちゃんとねずっとこう、まあ BM 色が強くなったとはいえ。そうですね、うん、でも逆に車の完成度上がってません、うん、上がってるけども、まあでもちゃんとねミニのテイストはずっと脈々とあるのは、ね、まあいろんな意見ありますけどね、うん、もうデカすぎてミニじゃないとか、うん、BM と結構パーツ共通化するのがちょっとうーんっていうのもありますけど、うん、でもやっぱりちゃんとミニしてますよね、うん、まあ、その初代からのゴーカートフィールみたいなのはやっぱりどれもっても、そうですね、うん、まあマイルドにはなってるけどもね。でも他の今時の車と比べれば相当クイックな車ですもんね。いやパンチありますよ、うん、運転してて楽しいなと思える車の本当一つですよね、ミニは。もう FF、まあ、クラブマンとかクロスオーバーはオール4になりましたけど、うん、もう3ドアに関してはもう FF を貫き通してるじゃないですか、うん、よくライバル視されるゴルフですらもう四駆になっちゃいましたけど、うんうん、ミニに関しては FF のまんま。できれば貫き通していただきたいです ね、 そ、 うですね、そこは、 そ、 う、ね、そこだけは。まあ、多分速く走るっていうところでいくと四駆になるのが正解なんでしょうけど。そうだね、やっぱりこの FF 独特のこのちょっとこう何ですか、キビキビ走る感じというか、うん、乱暴に走るとこうちょっとトルクステアがある感じというか、うん、そのミニって、まあ、最初のクラシックの時と
のように、はい、このパッケージの中で、はい、いかにこう作れるかっていうのを、はい、この車もずっとできればやってほしいですよね。なので、いやもう馬力上げたから四駆にしなきゃ、はい、でかまあ安全性能上げるからボディ大きくしなきゃってこう そっちじゃなくて、はい、もう例えば5ナンバーサイズで、はい、まあ、2000cc で、はい、FF でどこまでできるかっていう そこをこう縛っといて、その中でいかに楽しくてそうです、ね、っていう車を作ってってもらえると楽しいけどね、はい、その縛りがなくなっちゃうともうミニじゃなくていいやってなっちゃうもんね。確かにそれは言えてるかもしれないです。全幅180になりました、はい、四駆になりました、400馬力に届きますなんてやったらもうミニじゃないからね、うんうん、確かに、まあ、大きくはなってますけどやっぱり他の車も大きくなっていってるじゃないですか、うん、だから全体で言うとやっぱりかなりちっちゃいし、いろいろ装備もついて、まあ、高くもなってってますけど、うん、その中でもやっぱりいろいろアナログな部分がしっかり残ってて、 そうね、はい、まあ、それを良しとするのか、うん、残念と捉えるのか人それぞれですけど、僕はやっぱりいいと思いますけどね。でもミニはねそういう車だから、うん、もうそれこそ600近く出して、うん、モケットシートだしシートヒーターもレザーシートにしないとついてこないし、うん、はい、いいんですよそれで。でもやっぱりこう標準のジョンクーパーより110万円ぐらい高いんでしたっけ、うん、もう全然価値ありますね、うん、これもう見えないところにお金かかってる感すごいっすもん、うん、補強はすごいし、でしかもこれ吹かしてもアフターファイヤーの音しないんですよ、うん、あのパン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 っていう、うん、あれってなんかメーカーがもうわざとやってるらしいですよ ね、うん、らしいですよね。本来はねそんな風にしなくても全然制御できちゃう話だからね、うん、からミニチャレンジなんかもそうだよね。あ、そう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 、わざとね、はい、それはオフィシャルが言ってたらしいですよそっちの方がかっこいいだろうって、うん、マジかみたいな、まあ、効率でいけば非効率な話だからね、まあ、そうですね。それをわざと出すっていうね、はい、GP 一切しないんですよ、うん、だからグリッピングしてもパン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 って側のちょっとインパクトがありすぎて、そうね、はい、いやそれにちゃんと見合った風にちゃんと作ってありますね。見えないところもなってるってことだよね。伊達にでかい羽つけてそうっていうわけじゃないんだよね多分。ちょっと残念ながら今回は一般道での試乗だったんでウイングの効果と風切り音は感じられませんでしたけど、でもあんだけこのボディであの羽つけて、はいはい、最高速もちゃんと出せてるんだもんね。そうっすね、ダウンフォースっていうだけじゃない、まあ、確かに、しっかり、しっかり確保できてるんだろうけど、はい、これ隠し収納はついてないんですか。ついてないんじゃない。この辺は全く一緒、この辺が赤くなったりもしないですか。そうだね、なんかちょっとねちょっとアクセント入れたいよね。そうですね、内装本当にシンプル、うん、この辺のトリムもね、あ、トリムもだってカバーないんじゃないですかこれ。びっくりした結構そっけないね。え、これワンクーパーとかのってことですか。ワンとかはこうなのかな。俺ワンを見たことがないからなんとも言えないけど、だいたいだって足元のイルミネーションもないですもんね、うん、アンビエントも。そっか、これ夜乗ったらもっとじゃあ印象違うっすね。そうだね、だってルームランプ真ん中もないですもん、ね、ここにしか、ここに質素な電気が、マップランプもないっていう。うわー、はいはい、ありがとうございます。で、一通り紹介させていただいたわけなんですけども、はいはい、毎回うちの紹介は、まあ、商品車の紹介ですから、そうです、もちろんこの車も買えますちゃうということで、はいはい、弊社のストックリストをご覧いただければ内容をご覧いただけますので、まあ、240台限定ですからね。そうですね、はい、で今金額ちょっと今内緒にしてるんで、気になった方はツッキーまでお電話ください。もうこんな機会もしかしたら二度とないかもしれないですから。はい、まあ、値段も残りますしね、ちょっとやらしい話になっちゃいますけど、ワンツーもうバッチリ残ってるじゃないですか。持ってて損しない車なので、まあ歴代ワンツーそうですけど、うん、まあ、ちょっと興味があって迷ってる方はぜひ行っていただきたい。乗ってよし、はい、見てよし、ね、持っててよし、はい、楽しめますしね。そうですね、はい、まあ、非常におすすめな1台でございます。はい、はい、というわけで今回はボンドカーズラーよりミニジョンクーパーワークス GP をご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。
ー。